え？掃除退職者なら退職金2000万円マジか。ニートこそパンデミック後の新しい生き方なんだ。ブラックワールド。俺の名は山口、独身の45歳だ。これで最後の業務も終了だね。引き継ぎも終わったし、もう俺のやることはないね。今日で22年間も勤めた会社を退職する。そのきっかけの一つとなったのは、世界中に広がった感染症だ。あの感染症で、働き方や常識など、様々なものが大きく変化した。テレビは連日、パンデミックや緊急事態宣言、ロックダウンなどの聞き慣れない単語を連呼した。そんな中、うちの会社も営業自粛や自宅待機などの対応をとった。そして業務はほぼ全て自宅でのリモートになったのだった。俺は実家の自室で仕事している。俺は家で仕事をしている時、画面をオフにして仕事をしているふりばかりしていた。会社もリモートワークは手探りの状態なので、実にサボりやすかった。感染症で右往左往する民衆をバカにしたり、デマ情報に踊らされる情弱を見つけては煽ったりして、ダラダラと過ごしていた。平日の昼間から怠惰に過ごすことにハマったのだ。感染症が落ち着いたとしても、もう満員電車に揺られながら出勤して、会社でせかせか働く気にはなれないな。なんかいい方法ないかな。テレビで偶然ニート特集をやっていた。これだ！長年思い描いてきた理想の生活スタイルだと直感した。ニートとは働かず学校にも行かない人間のことだ。当然コメンテーターたちの発言は辛口だった。しかし俺はあざ笑って、何が労働は尊いだよ、そんなものは刷り込まれた古い価値観だ、パンデミックで大きく常識が変わったんだよ、生き方も変えるべきだ。俺は立ち上がって拳を握った。ニートこそパンデミック後の新しい生き方なんだ。俺がそう決心した頃、ちょうど会社が早期退職者募集を始めた。今回の感染症の騒動で売り上げが落ちた上に、いろいろな対策で費用ばかりかさんでたからな。ここらで人員を整理しようってことか。あまり興味はなかった。だが、早期退職者なら退職金2000万円マジか。俺はそれを知って即決した。まさに渡りの船じゃないか、俺はついてるぜ。貯金は200万円ほどしかない。だが退職金と貯金を合わせれば2200万円だ。新生活を始めるには十分だろう。俺は社会に疲れ切っていた。45歳でまだ平社員、出世は望めそうにない、後輩に追い抜かれるありさまだ。しかも部署内で独身の中年はただ一人で、肩身が狭い。それらに加え、上司からの長時間の説教に残業三昧。つうか、20年以上も勤め上げたのに、パンデミックを理由に俺の時だけ送別会なしってありえないだろう。オンライン送別会って方法もあるのに。22年間、心身に疲労が蓄積しただけで、いいことなど一つもなかったな。だからこそ、今こそ全てから解放される時なんだ。ニートになって。母子家庭で育ててもらった恩があるので、母には事前に伝えた。そして大反対にあった。やだやだ、古い価値観に縛られた人間は。ババアの反対を無視し、俺は早期退職に応じた。ニートになって母にうるさく言われるのが嫌だったので、実家を出ることにした。家賃4万円の物件を借りた。築35年の木造アパートだ。実物は写真以上に寂れて見えた。だが、俺の気分は高揚している。俺はそこらにいるニートとは全く違う。テレビで馬鹿にされていたニートたちは親のすねをかじっていた。それに社会経験もなかった。だが、俺は自分で金を貯め、正社員として22年も勤めたんだ。
よし、俺は新生活を始めるぞ。俺はニートになる前にしっかり準備していた。人との接触は面倒だし、家から出てくないしね。アパートの自室には通販で揃えた家具やパソコン、生活必需品などが揃っていた。だが築35年だけあって隙間風が入り込む。床や壁に断熱性などもほとんどないようだった。俺は部屋の中に一人用テントを建てた。さらにはテントの床に布団を敷き、その下にはキャンプマットまで敷いた。これで寝袋までかぶれば冬の寒さだって問題にならないだろう。やっぱ俺って天才じゃね？電気代を大幅に節約できること間違いなしだ。余分な金はないし、風邪は引けないからな。俺はそんな快適なテント内に寝転がりながらビールとチーズを食べていた。リラックスして固定したタブレットで見るアニメは最高だった。見たいアニメも溜まってたしな。あの残業ばっかのブラック企業のせいで。アニメに飽きたら好きな時に眠ることだってできる。外に出ないから服は適当だって。大きめのダブついたスウェット5着と下着数着は全て同じ色だ。着る服を迷うという世界一無駄な時間も省けるからだ。見栄えと引き換えに無駄な時間が減るのは大きなメリットだろう。疲れが抜けていくし。22年も会社に勤め、上司からの説教や残業三昧などで心身に疲労が蓄積していった。だがその疲労が足先から抜けていく感じがする。自粛疲れという言葉がテレビやネットで話題になっているが、俺とは無縁だった。俺の性格のせいなのか、こもり続けていてもストレスはない。むしろ手の届く範囲に日常生活に必要なものがあるのは快適だった。けどこんな夢のような生活もいずれ終わりが来る。毎月の出費は家賃4万円、食費3万円、水光熱費やスマホ代で2万円、月の支出は合計9万円だ。一応貯金と退職金を使い果たす頃には65歳となり、年金を受け取れるはずだった。20年後の年金制度は大丈夫かとか、支給金額の減額とか不安要素はあるが、まあ大丈夫だろう。楽天的に構えていた俺の生活を脅かす出来事が起きた。ついに長い間空き家だった隣室に入居者が現れたのだ。引っ越してきた20歳前後の若者が挨拶しに来た。大学生の熊本です、よろしくです。軽い感じのノリだった。久しぶりに人と喋って若干緊張した俺は熊本を適当にあしらった。その夜。ウェイ、熊本の新居に乾杯。乾杯乾杯乾杯。突如数人の男女の大声が響き渡って、うつらうつらしていた俺が飛び起きるほどの大声だった。築35年の木造アパートだけあって壁が薄い。どうやら隣室で引っ越しパーティーを始めたらしい。マジでうるせえな、もう夜だぞ。怒鳴り込んでやりたかったが、向こうは何人もいて口論でも勝てる気がしない。イライラしながら我慢した。それから数時間後。おいおい、いつまで酒盛り続けるつもりだよ、もう深夜だぞ。結局俺は翌日平穏な生活を送るために防音設備を購入することにした。さらに災難は続く。なんと台風で部屋の設備が一部壊れてしまったので、電子機器の一部は買い替えなくてはならなくなった。その上冷蔵庫の電源がショートし、溜め込んでいた食料が腐っていった。また予定外の出費が出てしまった。ショックでしばらく放心してしまった。災難はそれだけで終わらず、ババアが肺の病気で入院してしまった。パートで暮らしていたババアに貯金はほとんどなく、俺が負担するしかなかった。
もう完全に計画が狂ってしまった。それから数年後、50歳になる頃には貯金が残りわずかになっていて、月9万円で生活という計画はもろくも崩れ去ってしまったので、夢のような自由なニート生活が終わり、現実に引き戻されて俺は焦った。アルバイトを探すもののうまくいかない。5年間ほぼ誰とも喋らずに過ごしたせいで会話が下手になっていた。社会性を失った俺を雇ってくれるところは見つからなかった。そんな中、ババアは他界したのだった。そして本当に頼るところはなくなった。予定じゃ65歳まで20年間ニート生活を続けられたはずなのに、そんでもって年金暮らしができるはずだったのに、どうしてどうしてだよ。もう貯金はほとんどない。あの家賃4万円のボロアパートに住むこともできないし、スマホ代も支払えない。こうして夢のニート生活は終わりを告げ、別の新たな夢、悪夢のホームレス生活が幕を開けたのだって。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。